皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡くんです。お願いします。今日も元気に改造車紹介したいと思います。はい、はい、もう今日も元気に改造車でこのノリで紹介していいということで。そうです、オーナー様に今日本当に、はいはい、もうお世話になりっぱなしなお客さんが、まあ、まだあれなんですよ、今回車ごと買っていただいて。あ、そうなんだ。そうなんですよ、動画撮ってないんですけど、白の NSX ホンダあれに ADV1 入れてロベルタ組んで、で純正オプションの死ぬほど高いカーボンのスポイラーとかつけて、でそれをあのご制約いただいたお客様からちょっとそろそろ乗り換えようと思うんだけどっていうタイミングで、もうこれちょっとね言っちゃうと、あの岡の隠し玉なんですよ。どういうこと？このペルフォルマンってね、あのまあ低走行で状態も良くて、いつ出そうかなってあの最近隠しちゃうの？そう、ボンドカーズの中でちょっと、うん、岡が多分なんか持ってるぜみたいななんか、うん、カリナンないかなって、いやありますけど出したくないなとか、こう岡の隠しストックがあるんですよ。 その中の、うん、ペルフォルマンってどうですか、しかもスパイダーで、もう距離ももう何キロだったっけ、もうめちゃめちゃ少ないですこれ、はい、で、あのじゃあもう2つ返事、お、じゃあそれでーあの車買うのもそのねやり取りじゃないし、はい、そのペルフォルマンテを買うやり取りじゃない、はい、もうねやっぱり今だってペルフォルマンテもう結構値段がウラカンの中で一番残ってるんですよね、うん、もうエボの方がちょっと安くなってきて、で今だってこのペルフォルマンテスパイダーの金額だったらアベンタの LP700 とか買えるんですよ。本当に、はい、そんな感じなんだ。そうなんですよ、今もうちょっとね、まあ、アベンタ S とか SVJSV は今バーって上がってきてるんですけど、で、まあ、噂によると V10 エンジンが終わるんじゃないかって。だよね、だよね。そう、うん、それになってくるとめっちゃ第2の458みたいになるんじゃないかなと思って、うんうん、あの今結構R8 とウラカン最近話結構多いです。へー、はい、そうなんだ。そうなんですよ、まだその 確定ではないんですけど V10 エンジンなくなるのも。でも、まあ、フェラーリも次 V6 ハイブリッド、うんうんうん、ってなったら、ね、そうなんですよ。で、まあ、ヨーロッパの排ガス規制がどんどん厳しくなってるこの状況でいくと、うん、おそらく、まあ、V8 ハイブリッドとかになるんじゃないかなっていう、あのちょっとあくまで予想なんですけど、うん、はい、でも多分みんなそう思ってると思う。ですよね、うん、で周りの流れもそういう風な流れになってるっていう。そうそうそう、もう SVJ と SV アベンタのもうあれに関してはもう査定金額わかんないんですよすんげーえっみたいな金額で感染者に出てきたと思ったらすぐ消えて。あ、そうなんだ。で、まあ、その知ってる業者さんだったんで、いやあれなんですぐ消えたんですか、よすぐ売れた、へえ、あの金額で売れるんですね。でも今バブルです、へ、はい、本当に。でそんなすごく貴重な車なんですよっていう前振りをしておきながら最初も言った通り、はい、元気に改造車を紹介します。そうです、はい、紹介します、はい、そんな貴重なとっておきの車を、はい、もう車買ってもらうのと一緒に改造しちゃったんですね。そうです、あのまあなんていうんですかね、そのいつもと比べると、はい、やっぱポイントは少ないです、うんうん、なんかエアロこれつけてローダウンしてホイールマフラーってなんか内装もやってこんな感じですじゃなくて、もう今回はローダウンホイール以上終わりっていうかね、ペルフォルマンテがもともとかっこいい。そうなんですよ、フォージドカーボンのこのリップにもなってて、ね、はい、ここになってて、でボディもソリッドの黒、初めて見た。もうね、あのメタリックにしてくれよって思うぐらい、あのソリッドの黒ってやっぱ手入れ大変なんですけど、やっぱビカビカだったら一番かっこいいです。もうペルフォルマンテ個人的にバンパーの形状とか、うん、めっちゃかっこいいよね、シンプルで。そうなんですよ、僕ウラカン買えるんだったらペルフォルマンテ欲しいんですよ。買えるんだったらちょっとわかるかもしれないでこれプロテクションも貼ってないの、はい、フロントフルで貼ってます、ね、貼ってあるんだフロントは、はい、全部さすがにね、ちょっとね、そうソリッドの黒だとね、ソリッドの黒プロテクションなしはちょっと男前裸じゃ乗れないんで、はい、まあ、しっかりその辺貼ってある、はい、ちゃんと貼っております、はい、そして早速足元を見ましょうか、はい、ちょっとこれ初めて見ました、はい、アナーキー、AN26、はい、カスタム紹介多分初登場じゃないかなって。そうですね、他店舗で
そう、内山さんが一回アベンタ S につけてたんですけど、はい、何を隠そうこのホイールなんで日本で見ないかっていうと六欠用です。六欠用なんだこれ。だからアメ車のあれダッジとかですかね、 あの辺が六欠なんでそれ用なんですよ。まあ言ったらこのダブルのスポークで6本、1、2、3、4、5、6本入ってるんで、やっぱ5欠だとバランス悪いんですよ。穴の位置関係がここで、これを含めてデザインされてるから。そうなんです。あの汎用のシンプルなデザインのチューズホイールみたいに、はい、そうそうそう、6欠開けて5欠開けてってできない。できないです。だからもう基本的には6欠かセンターロックか、はい、でこれをセンターロックでやりたいなって思ってて、内山さんのブログを見て、あ、またあの人はこうやってこう先を行ってしまうんだなって敗北感を味わいながらでも今回もペルフォルマンテで似合うホイールってなったらもう僕これだなと思って、はい、でも、悶く言うと純正っぽいんですよ、正直、パッと見て純正じゃないかなっていう。でもその辺もちょっと狙いなんですよね。でもきっちり面も出てますし、はい、チュラチュラです。チュラチュラですし、インチも、ね、20、21でアップしてますし、はい、なってる。でこれ色もすごく、そうです、絶妙。これね、またオカの好きなオカオリジナル、あ、そう、オカオリジナルキャンディースモーク今回オカオリジナルグロスキャンディースモークちょい濃いめですなんかスターバックスの注文みたいな、そんな感じですキャラメルマキアートホイップ多め何でしたっけ、シロップ激甘みたいな虫歯になりそうなやつってすいません、ふざけすぎました、ごめんなさいちょっと、はい、ブラッシュドのこの質感が本当にわずかに透けてる。そうなんですよ。だからこの天面で見ると正直ペイントのグレーかなっていうぐらい濃くしてます。でもこのスポークの横を見て光当たると、あ、これブラッシュのなんじゃってなる感じ。今これ室内で蛍光灯の下で撮ってるけど、はい、これ外で見たらまたちょっと表情違うのかなっていうのはちょっと、はい、だから昼と夜でまた全然見え方違いますし、今回なんでちょっと濃いめかっていうと、フォージドカーボンに合わせたかったんですよ、うんうんうん、でフォージドカーボンって普通のカーボンよりちょっとトーン落とし目じゃないですか、うん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 、だからあえて今回はちょっと濃いめです。なるほどね、はい、そこに合わせてあるんだよ。そうなんです。はい、もう今回ローダウンホイールだけで尺足りるかなと思ったんですけど、はい、このホイールだけで俗に言うご飯3杯いけるやつです。すごい、これは。そうなんです。そしてピアスボルトはこの2個ずつ飛ばし、はい、そうです。じゃないんだ、2個で間が空いてるんだ。そうそう、50分の50、50分の50、50、まあ、言ったら、そうそうそう、1個飛ばしの、はい、50-50ってミリオネアですよ。わからない、ミノモンタがやってるそう、だからこの飛ばし方もちょっと特殊なんですよね、はい、うんうんうん、もうここに入ってきて、でピアスボルトも今回グロスブラック仕上げて、はい、で今回センターキャップなんで、はい、まあ、アナーキーとかっていうロゴも入ってないですけど、このバッテンが、そうですね、ここのバッテンで分かるかなっていう、はい、でもうなんか最近ちょっとアナーキーとか、 なんかコンケーブとかちょっと専門用語が多すぎたのをちょっと反省いたしました、はい、私、ほうほうほう、はい、ちょっと基礎のところもちゃんと話しようかな、はい、でアナーキーっていうのはアメリカの鍛造ホイールのメーカー。そうです。で作ってるのは HRE、HRE、はい、もう超老舗。そうですね、多分アメリカの鍛造ホイールで一番古いんじゃないかなぐらいですよね、はい、だって HRE と同時期にやってたところって今もうないですもんね。もう、まあ、あとはなんか一ブランドになっちゃってたりとかってあ、そう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 、そのぐらいこう信頼性とアメリカで支持されてるブランドに作ってもらってるという、はい、はい、そうです。アナーキー、これはちょっとやられました、はい、これもう本当にこのね、まあ、フロントは正直このセンターロックっていうのと、まあ、カーボンのブレーキキャリパーであんまりこう、ね、皆さんの求めるコンケーブっていうのがあんま取れないんですけど、まあ、逆に純正と比べるとこうちょっとここもクッて落とし込んでますし、うんうんうん、まあ、あとはリアですね。リアが結構ガバッと、リアは結構この逆反りが、はい、そうですね、20-21、はい、インチは1インチアップ。これ以上になるとタイヤサイズがなかったんですよ。前の NSX もそうなんですよ。もうすっごいシンプルに、うん、でなんかわけわからん色とかを取り除いたりとか、ハンドルのエアバッグのホンダが嫌だからってアキュラのエアバッグ取り寄せて変えたりとか、そういうちょっと通好みな、なるほど、はい、そして
こちらのホイール全部オーダーメイドですからデズラもフロントもそうですし、はい、リアもパッツンパッツンでツラという、はいはい、あの最近もう目がおかしくなってきて、はい、あのノーマルのタイヤホイールを履いているスーパーカーを見ると、はい、ちょっと引っ込んでるなってそうもうね電車だなって思っちゃうんですよ、ね、って思っちゃいますなんかもう、はい、まあね、やっぱりこうワイド&ローはちょっと基本かなって、うんうんうんはい、せめてスペーサー入れて面にしたいなっていう。そう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 。でも結構純正のカタログがこう車高下がってたりとか、ね、タイヤこうちょっと出てたりとかしますからね。で、ね、ジュネーブとかで発表された時は、うんうん、すっげえかっこいいの日本に届いたらなんでこんなことになってるんだろうって車高高いしみたいな。そうそうそう、はい、なんか浅井さんが昔ブログに書いてたんですよ。その形に僕たちは戻してるんですよ。あいいこと言うな浅井さんって思いながらこれはそれを通り過ぎてますね。過ぎてます、はい、バッチバチに、はい、インチちっちゃいわ車高たっけえわっていうことで、 あとバネはノビテックで、はい、あなるほど落としてます、はい、もうフェラーリランボーそうですねご用達のノビテックのスプリングで落とした、はい、やっぱノビテックが一番ね、あの適合を取るのも早いですし、うんはいまあ、性能もそうだし実績もありますからね。また裏感は本当にあの、マグネティックライドの配線を抜くのが大変なんで、うん、あそうなんだそうなんですよ。だから最初裏感あのまあ、今となってはもう皆さん普通にって感じなんですけど裏感って最初車高落とせないって言われてたんで。あそうなんだ。そうです。だからあの配線がちょっと言ったらばらせなくて、うん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 、でそれで裏感車高が落とせないって言ってたんですけど、でもコネクターが引っかかって抜けないとかそういうことか。そうなんですよ。でそれで、ね、こうピンでちょっと工夫して押すことによってそこが抜けるようになって、そこからでもまあ大変ですね。もうメカニックのみんなが作業してるのを横で見ながら頑張ってって見守る係で。そうだから足回りもローダウンしましたって勝手に言ってますけど、はい、まあ、いろんなノウハウと経験値が必要なわけですね。はい、じゃあもうペルフォルマンテのローダウン、はい、マグネティックライドのローダウンは、はい、もうボンド大阪にお任せいただければ。お任せいただければ、はい、こちらまでお電話いただければ。入れないよマイク、いつも入れてくれへんそしてそ、まあ、今回ローダウンとタイホイールだけですから、はい、基本的にはノーマルですけど、ノーマルもかっこいい。かっこいい。もうノーマルが触らんでいいですよね。まあ、ね、マフラーのあのあれだけ EBM だけ今回つけてるんですけど、うんうんうん、なるほど、開け閉めができるように、はい、もうね、ペルフォルマンって正直マフラー変えなくていいです。あ、そうなんだ。もうね、あのまあ言ったらコルサモードとかでバルブ開くんですけど、うんうん、もうね、うるさすぎる。え、それこの後聞いてもいい感じ？いいと思うちょっとお届けしたいと思います、はい、でこのウィングもこのリアのバンパーというべきかディフューザーというべきか。そうですね、ディフューザーじゃないのか。バンパーの真ん中がここですね、はい、でバンパーがこっちですね、はい、でこのフォージドカーボンが、このランボの正式名称で言うとフォージドコンポジット。おなんか金型で作ってるんだよねこれ。あ、そうなんですか。そう、なんかその樹脂を染み込ませた、エポキシ系の樹脂染み込ませたカーボンのそのシートを金型でガチャンってやって作ってるらしい、はいはい。それが特許。あ、そう、ランボの確か。でその正式名称がフォージドコンポジットって言って、あのエアコンの吹き出しのところに入ってるって。あ、はあ、はあ、入ってます入ってます、はい、はあ、すっげえ、なんかツッチー車屋さんみたい。最近あの車両紹介でいろいろ勉強してくる。へえ、すげえ。まあホイールもそうだし、マイヤーもそうだし、まあ、大体そのフォージドカーボンとかって言われることが多いですけど、はいはい、まあ、このメモだからもう 無限大というか同じものは基本的にはない。そうですね、同じものないですもんね。だからペルフォルマンって2台並んでも違いますもんね、はあ、こんな感じで。それじゃあ皆さんお待ちかね、マフラーの登場と確認してみたいと思います。で今回 EBM って言ってエキゾーストバルブモジュール、要は純正のマフラーの、ま、バルブを開けたり閉めたりできるキットがついてるんで、これで開け閉めできるんで、まあ、ちょっとその辺の違いもお届けしたいと思います。で基本的には、はい、もう踏んじゃうと森の中開いちゃう、開いちゃうみたいですね。アイドリングの時の音量が、はい、セーブできるということで、ちょっとじゃあ書きますね、はい、まずで今アイドルアップで勝手にバルブが開いちゃってるということで、はい、もうちょっとで。結構長いんです。で、これが今通常のアイドリングの状態。はい。踏むとやっぱりバルブ開いちゃうんですよ。ですね。で、閉じるとこんな感じ。だから閉じた時のアイドリング付近がだいぶ静かになるっていう、こんなキットがついてるみたいです。はい、です。じゃあ最後になりますけれども、はい、さっきカメラ回す前にとんでもないことをぶっ込んでましたけど、そう、まあ
奥さんが G6 さんに、はい、G6 さんもらってるんですか。そう、奥さんが G6 さんで、アナーキー入れてたんですよ。あ、そうなんだ。そうで、まあ、今回それと NSX を買い取りました、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから近々2台ともストックリストにまた温度差が出てくるので、じゃあぜひチェックしてください。もう2台とも本当にかっこいいし、正直 NSX はなんとかなるんやったら欲しかったっす。そう、そのぐらい傑作だった。そう、傑作やったあれは。でも今ね、値段上がってきてますよね、うんうん、そうなんだよね。そう、1700-1800とかで1万キロ2万キロが出てたんですけど、今もうなんか2300万ぐらいです。そう、生産終了ってなった瞬間にこうみんなこうバタ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 ってまた上がってきて、それからちょっと近々またボンドカーズ大阪で出るんですけど、うんうん、ちょっとぜひチェックしてみてください、はい、ということで。であとは気になるところとしては、その G6 さんの後に、うん、そう、マイバッハ。しかも、はい、ゲレンデ乗っ取ったから GLS やと思ったんですけど、うん、223っす。本当に？そう、223のマイバッハを買って。え、それ奥様が乗られる？奥さんかな。そうで、いや、そのゲレンデ先ちょっと買い取り行ったんで、ガレージで、これ長さ入りますっていう、なんか考えますって言ってたんです。多分カツカツアウトかなぐらいな。だから今5500弱ぐらいあるでしょ、今の23マイバッハになると。あ、大きさがね。そうそうそう。で、まあ僕もね、マイバッハまだ見たことないです。 GLS はちょろちょろ見るんですけど、まだ S は見たことない。はあ、でまたそれもなんかやります。やりますって。もしかしたらすごいのが紹介できるかもしれないということで、この前のプラチナムか、全部グレーにしたやつ3台まとめて、あれ白っていうかグレーっていうか、なんていうの、なんかグレー、明るめのグレーだよね、うん、そうそうそう、いわゆるガンメタじゃなくて本当に明るめの。そうそうそう、だからほんまにナルドグレーとか、うんうんうん、あっちに近い色で、うん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 、いや、グリルとか塗っちゃっててすげーのアメリカ人と。さすがにあれは僕ちょっとやんないです。じゃあすごいのが、はい、お届けできそうなので、またちょっとやりたい、はい、ストックリストと、じゃあ小川君のブログも両方チェックしてもらって、はいはい、ぜひ、はい、いろんなものをお届けできると思います。はい、というわけで今回はこのペルフォーマンテ、はい、紹介させていただきました。明日のおしゃです。はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。